ビーをご覧の皆さん、はじめまして。私たちアイドルオーケストラリーズです。よろしくお願いします。じゃあまずはメンバーの自己紹介をしていきたいと思います。まずは私から、ボーカルとリーダーを担当しています、ゆきこと近藤ゆきです。よろしくお願いします。はい、かしこことはばたしらゆです。ボーカル担当です。よろしくお願いします。はい、ボーカル担当ルガコと根本です。よろしくお願いします。バイオリン担当のリオです。よろしくお願いします。アイドルと本物の演奏を融合したいリードです。曲の中にクラシックの名曲が入ってるんですけど、皆さんの聞き馴染みの曲が絶対に入ってると思うので、そこにも注目していただいて聞いてほしいです。はい、リーシはですね、 R と Y、 私たち、リオ、ルカ、ユウ、ユキを合わせてリーズというふうにして、ね、メンバーの名前を頭文字にして名前が付けられました。メインの曲調は結構 J-POP でノリノリの曲だったり少ししっとりような曲の中にそのクラシックの曲が載ってる感じなので、実際のコードで弾いてるわけじゃないので、ね、バイオリンの音自体はクラシックの曲はなんかコードがちょっと高くなってたりして、ああだったりしたり、原曲だったりそのまま弾いてたり、はい、聞き馴染みのあるクラシック楽曲みたいな感じになってます。私たちのデビュー曲がフロントアジュっていう曲なんですけど、この曲の中にはクラシックの名曲が5曲入っていて、その曲の冒頭の部分のヴィヴァルディの春の一部分だけ聴きます。週に 2,3 回ぐらいはやっているので、よければ皆さん来てください。はい、そして6日7日には私の地元福井県でライブも決定しているので、皆さん福井までぜひ遊びに来てください。詳しいことはリーズの公式ホームページや公式ツイッターがあるので、ぜひそちらをチェックしていただけると嬉しいです。私たちアイドルオーケストラリーズは本当にバイオリンを弾きながら踊ってたり、皆さん見たことのないパフォーマンスが見れると思うので、ぜひライブにも遊びに来てください。はい、絶賛楽団員も募集中です。